今天呢，我跟文当要去大江户温泉物语的普安万华乡，不是在台场哦，是在普安。因为我跟文当呢超喜欢去这种温泉设施，所以我们两个超期待的，超期待。然后现在我们从普安车站下来之后呢，要走去免费接驳车的坐车的地方。あともうちょっとでシャトルバス着きます。大家可以到他们的官网上面看他们的交通方式，交通方式上面有很多，有电车，还有自己开车，还有接驳车。那现在呢，我们点接驳车的话，进去可以看到接驳车的时间，官网上面都写的蛮详细的，但是大家要记得哦，它的时间其实没有很多，所以一定要算好时间再过来。昨日いろいろ調べてさ、なんかシャトルバスの一番の最短が10時25分だった。だからね、この時間に合わせて来ました。楽しみだね。めっちゃ楽しみ。那普安车站坐巴士的地方呢，是在车站附近的家庭餐厅ガストの正前面。它的招牌是长这样，所以这个大江户温泉物语是早上11点开，那我们两个坐最早的巴士到的时候应该是差不多，正好可以进去。我们现在已经进到大江户温泉里面了，那现在呢要把鞋子脱掉。大江户温泉か、お台場を目指すね。これはね、最初の動画だよ。すごいね、ここの方が広そうだね。そうだね、行きましょうか。行きましょう。把鞋子放进去之后呢，这样子锁起来，要投100日元才可以完全锁起来哦。100円戻ってくるやつだ。実質無料だね。那到10月底之前呢，这里都有万圣节的活动，有很多限定的食物，还有限定的设施。那我们这次呢，会想要来这个普安万华乡的原因，是因为他们这里除了一般的温泉之外呢，还有可以穿泳装进去的户外温泉乐园，所以文当超想来的。现在文当躲在那里。当。ここね、撮影がね、OK なんですよ。しかもね、水着で露天風呂なので、なかなか入れない。楽しみ、期待。違いました。違いました。那现在呢、我跟文当呢、想要先去吃午餐。吃完饭之后呢、我们就穿泳装、然后去乐园玩、然后在这附近逛一下。水着でいろんなね、お風呂も入れるっていうのがすごいなんか初めてだよね、俺と。そう、初めてです。なんか一緒にお風呂入るっていうのを楽しみにしてます。然后这里面还有超多设施的，给大家看一下。现在大家看到的这个呢，就是里面可以休息的地方。然后这边呢是按摩的地方，整个馆内超大的。あそこもいっぱいラーメンもある。あ、ラーメン食べたいの。でもルーちゃんこれ食べたい？食べたい。これもねお肉でしょ。そう、あれ美味しそう。じゃあいっぱいあるからいろいろ決めて、あとみんなに見せましょう。然后现在呢、我们到二楼看有什么吃的。然后二楼呢、还有可以看漫画的地方。あ、見てルーちゃん、無料休みどころあるよ。本当だ。あ、これ寝れるんだ。すごい。貸切上手だ。因为现在大家全部都是泳装的地方，我跟文当还在馆内这样晃。哇，卡西基尼就呆的，不要睡觉觉了啦，起来。一下哦，一点，干什么？这里还有冰可以买，哇，好丰富哦。除了刚才文当进去的地方呢，也有女生专用的休息的地方。左右都我妈的考えてくれたね。しっかり考えられてる。前面有漫画区，大家都要消毒哦。すごい。漫画コーナーだ。文旦。あ、鬼滅あるよ。呪術廻戦、ネバーランドもある。すごい。あとはルーちゃんのワンピースがあるからな。わわわわわわ。見て。ワンピース。ルーちゃん見て。我最近超爱看航海王的。何巻まである？96。すごいね。すごいじゃん。ルーちゃんずっとここで過ごせるよ。看漫画的地方呢，除了一般的沙发之外，还有这一种。啊！じゃあ俺この揺れがちょっと酔うわ。降りてください。然后因为他们现在馆内是万圣节活动的关系呢，现在还有恐怖漫画，有伊藤润二，还有2021年的漫画大赏受赏的漫画。哇，光在这里就可以泡一整天了吧？文娜爱看我之前推荐给他的《名侦探柯南》的犯人的范泽桑，这个跟一般的柯南不一样，主角呢就是那个全身黑的犯人。然后这漫画很有趣的是，就是犯人意外是一个很纯粹的人，很有反差感。没看过的人推荐给大家看。我们现在二楼看到下面还有那一条很漂亮的路，
那里好像就是有很多像祭典一样的东西可以玩。すごいお祭りだ。楽しい。然后我跟文丹刚才预约了今天晚上五点要去做精油按摩。然后这里还有一般的烧肉店，但是现在都还没有开。那我们在走过来之后呢，竟然还有竹汤。足がある。ね。しかも見て、フィッシュ。ドクターフィッシュもありますね。これルーちゃんと前どこでやったんだっけね、忘れちゃったけど。京都かな？うん。そう、その時すごい気持ちよかった。なんかくすぐったかったよね。もう一回行きたい。我们本来在馆内晃一晃，现在出来了。他们这里有泳装乐园，这里有说是可以拍摄的哦。竹汤的地方呢，也可以拍照。他们说欢迎大家上传到社群网站上面。我跟文丹现在来吃午餐，我们两个来吃中华料理。因为文丹刚才看到萝卜糕，还有葱油饼，他就说要吃这一家。我们点了蒜泥白肉，还有白饭。文丹点了回锅肉、白饭还有汤哦。好意思哦。いただきます。吃完了。还没吃啦。嗯。它是蒜泥白肉的酱，还有加八角，超好吃的。它的葱油饼是沾豆瓣酱，就不是一般的酱油膏。葱油饼很适合撒盐去调味，不用沾酱就很有味道。今水着エリアに来てます。ここはね水着で露天風呂ができるんですよ。なんで今ルーちゃんと一緒に水着で。露天風呂入ってます。我跟文当现在要用 Doctor Fish， 然后店员在跟文当解释，他们这里的鱼是真的鱼，不是假鱼，所以脚深一点下去，鱼就会全部聚集过来。十分钟一个人是1000日元，两个人就是2000日元。苦手だなと思ったら足を無理せずにかかとだけとかで頑張ってください。基本的にできない人がものすごく多いですので、頑張って慣れてってください。ふーちゃん頑張って。じゃあ足をくるっと回してどうぞ。先にふーちゃんやって。Okay， 你刚刚在片段下这一关，下一次再过。嗯。哦。哈哈哈哈哈。聚集超多。啊哈哈。你看他们这。啊哈哈。公司是切られないので。慣れたらね、すごい気持ちいい。我们现在到了另外一个温泉汤，这里的泳装乐园呢有非常多温泉的区域可以让大家自己选。除了文当跟我现在在的这边，我们旁边呢又有一个是要爬上去进去泡的温泉。我们现在泡的温泉这里呢还有熊熊的装饰物。ドクターフィッシュ気持ちよかった。ドクターフィッシュよかったね。温泉も気持ちいいな。好热，好热，好热。あなた泳いで。僕はマーメイド。リトルマーメイドよ。アリエル。何？我跟文当从泳装乐园结束之后，大家都去泡温泉，然后现在已经换好衣服了。干啥？跟大家说，我觉得那个温泉非常值得一泡。我泡一个汉方温泉，超舒服的，很推荐给大家。他们温泉真的很舒服，而且温泉有超多种的。コラーゲンと漢方が好きだった。コラーゲンもめっちゃツルツルになってよかった。あなた今日はドクターフィッシュも堪能して、コラーゲンも堪能して、いいね。幸福な一日だ。幸福的一天。幸福的一天。那因为离我们预约的按摩时间还有2个小时，我们现在就去晃一晃。那我们两个呢，买了咖啡牛奶，果然是泡完温泉就要喝咖啡牛奶。牛奶，やっぱり温泉といえば。コーヒー牛乳。而且就是一定要喝这种名字的咖啡牛奶。ふーちゃんのごみなの。他在模仿我们频道第一支影片的片段。覚えてる。覚えてる。牛奶。牛奶。啊，うまい。好喝。好喝。一気に全部飲みたいぐらい美味しい。いいよ。我们现在在的地方呢，长这样，给大家看一下我们对面，是这样子。它整个馆内其实还蛮大的。なんかね、コーヒー牛乳は飲みたくなっちゃうね。見てそこ黄色の雲がある。へ。
现在时间是下午4:50，我们是约5点的马萨吉。出来之后发现，可能因为时间比较晚的关系，他们好像把整个馆弄暗一点，然后点灯了。开始按摩之前呢，他说要先暖身，然后是请我们先进去那个胶囊里面暖身。嗨，大家 ，Hello。这个影片呢拍得非常的临时，所以我们在这里再跟大家讲一次，我们这次对于大江户温泉普安万华乡的感想。就是讲完どう思いますか？なんか実際ね、なんかいろいろな漫画とか、あとリラクゼーション、ドクターフィッシュ、いろいろ楽しめるんじゃないかなと思います。温泉もすごい気持ちよかったし。すごいなと思ったのが、この浦安の方は水着でいろんな露天風呂一緒に入れるんで、それこそ本当にカップルにおすすめな場所だなと思います。まあもちろん家族にもね、すごくいいかなと思います。お客さんとしてはこんないいところはずっと残してほしいなっていう気持ちはあります。楽しくてね、とてもいいところなんでね、皆さんもぜひね、行ってみてほしいです。我们俩这次去普安的大江户温泉也觉得真的还蛮好玩的。那有兴趣的大家呢，也可以去玩玩看，作为一个参考。大家的脸这么小一个在后面，だから私マスクつけてますよ。関係ある。ある。それじゃ顔ちっちゃいから。好，那我们就下次影片再见，大家再见，拜拜。See you next time. Bye bye. ぽ。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。